はい、今回これまた CV 選手来ましたな。知らんぞ。ローランド。え、ローランド？ローランドやな、これ名前。ディフェンス18あんぞ。えぐくね？ローランドか。85年も引退してんな。フィジカル強いセンターバックって感じやな。知らんな。なんかポルトガル代表にいてもおかしくなさそうな感じやけど、どうなのか。ロランドは現在引退してると。最多出場がポルトと。ポルトガル代表21キャップ。これ、ワールドカップあるね、ワンチャン。センターバックの控えかなんかで行っててもおかしくない感じかなと思うんやけど、どうなんでしょうか。どうなんでしょうか。ワールドカップは、もうすげえ、2010年から言ってんやん。2010年選ばれてますけど、1試合も出てないと。ドンマイと。その後は、全然ですね。はい、ドンマイということで、ワールドカップは1回出たけども、試合には出てないと。一番辛いパティンかな。ドンマイ。もともとは、デレーネ選手とか言うわけのわからないユースチームから、ポルトに行きいいの？ナポリにも行っていいんやん。インテル、え？インテルにも行ってんの？知らねえ。なんでかアンデルレヒト。で、マルセイユ。結構名門当たり歩いてんねん。で、最後はポルトガルに帰ってきて引退と。ちょっと待って、インテル行ってるってマジすごくない？インテルのカードないのかな？すごいよね。ナポリ、インテルってまあまあやかね。でもカードないのかね？ちょっとマジでピッタリやけど。でも最多出場はポルトと。だからまあ、言うほど活躍はしてないのかな。そんな感じがするよね。プロ通算463試合。まあ、ほぼ、ポルトガルリーかな。そうだね。そんな感じだね。はい。まあそんな感じで。まあまあの選手じゃないですか。